セイラスムスの殉教、ニコラプスさんが自身の蝶が巻かれた棒を手にする。セイラスムスの像を首吊り、内臓をえぐり四つ先の刑。内臓をかき出した後に死を切断する。腹先の刑とは死刑の一つ。罪人の腹部を刃物などを使って切開する処刑法である。古代より近世に至るまで、オリエント、地中海世界、中国など世界各地で行われていた。 ただ腹を裂くのみならず、内臓、特に小腸を引き出して、ウインチに巻き取り、晒し物にする場合もある。腸の引き出しに重点を置く場合は腹部を裂かず、肛門から腸を引き出した。いずれにせよ、内臓を取り出された罪人は、ショック状態や出血多量などによって死に至るが、大動脈が切断されて大量に出血するので、なければ、長時間の苦痛に苛まれることになる。 内臓を引き出され、絶叫をあげる罪人の姿は、生死に耐えるものではないため、見せしめとしての効果も大きい。腹部を切開するという意味では、日本の切腹と共通する。しかし切腹は、非公開で執行され、罪人は、自ら腹に刃物を当てると同時に解釈という斬首で、速やかに命を絶たれ、死後も身分や名誉は守られる。一方、 原先の刑はあくまでも無残な国刑であり、受刑者は囚人監視の中で自身の内臓を眺めながら罪人としての無残な死を与えられるのである。人体に興味を覚えた権力者の気まぐれで何の罪もない一般民衆に対して執行される場合すらあった。地中海世界では古くから原先の刑が執行されていた。古代ギリシャやローマ帝国では単に原を 切開するだけだったが、オリエントでは、手足の肉を引きちぎる前兆として、罪人の腹を裂き、数メートルもの長さになる蝶をウインチに巻き取り、晒し物にした。中国では、腹咲きの径を、棒腹と呼ぶ。そのうち腸の引きずり出しに重点を置いたものは、中腸という、アステカの生贄の儀式。胸を裂き、心臓を取り出す。ありがとうございます。